はい、皆さんこんにちは。チャーリー西村です。今日はね、こちらの大きな袋、この中にはヘリウム 80%、酸素 20% 入っています。この大きな袋と、こちらの周波数、音のね、周波数を測定できる測定器を使って、声の実験、音の実験をしていきたいと思います。皆さんもね、軽いヘリウムガスを吸うと声が高くなるっていうのを聞いたことありますよね。それを科学の目で周波数は一体どうなっているのかというのを突き詰めていこうというわけなんです。ではね、まずは声が変わるよということで、テノール歌手とソプラノ歌手の人に実験に協力してもらいました。ね、声をね、変わるんですよね。それでは実験していきましょう。ソプラノ歌手の方に協力していただきます。お願いします。では、同じ声を空気中とヘリウムの中で出してください。では、こちらでまずは空気中でお願いします。さあ、ヘリウム中ではどうでしょうか。では、同じ音程でお願いいたします。声は高くなってましたね。じゃあ周波数、音の高さね、実際どうなってるのか、じゃあ比べてみましょう。では2つを合体するとどうでしょうか。あ、なるほど。ということで、声のね、こう周波数のピークの音の高さはどれも一緒なんですよね。一緒ですけど、ヘリウムに入ると一番のピーク、一番音がね、聞こえるピークの音が高い音、隣のピークが一番高くなってましたよね。ということで、ヘリウムに入ると、何よ、次、ピークが変わるんだね。高い音がピークになるんだね。へえ、そんなことが分かりました。さあ、次の実験です。次はね、テノール歌手とソプラノ歌手の2人に、同じ音の高さの声を出してもらいます。さあ、どう違うんでしょうか。さあ、どうでしょうか。合体すると、めっちゃ一緒。すごい。すごい。これだからなるほど。音のピークは、どこもピークの周波数一緒だから、同じ音を出していることはよくわかりましたね。でも、あと、他のところ、ピークじゃないところが微妙に違うんですね。それが、もしかしたら、人による声の違いなのかもしれないですよね。へえ、面白いですね。さあ、次はね、楽器です。バイオリン。はい、バイオリンの音色をまず聞いてみましょう。はい、バイオリンです。では、バイオリンの音どうなるんでしょうか。実験してみましょう。では、開放弦で一つの音をお願いします。はい、ありがとうございます。では、ヘリウムの中へどうぞ。入れました。ヘリウム残ってるでしょうか。声の方はどうですか。こんにちは。いいですね。ヘリウム残ってます。では、バイオリンの音どうでしょうか。お願いします。お、変わらないね。変わらない感じしましたね。では開放弦でお願いします。はいありがとうございます。なるほど。ゴとピークの位置は一緒で、ピークの順番っていうのかな、それもやっぱ一緒でしたね。ということでバイオリンはやっぱり科学的にも音は変わらないことがよく分かりました。弦の振動だから空気に影響されないんですね。さあ次はこちらです。リコーダーです。リコーダーの音はどうなるでしょうか。ではまず空気中で一定の音お願いします。はい、測定できました。ではヘリウムの中にお願いします。さあ、リコーダーの音は変わるんでしょうか。変わらないんでしょうか。お願いします。高くなるんですよ。不思議ですね。では測定してみましょう。なんとすごいね、ピークはこう変わらないんですよね、この形は。ところが全体的にヘリウムに入ると高い音にシフトしてましたね。へー。ということはリコーダーは何、全体的に高くなるんだね。面白いね。いやー、ということでいかがでしたでしょうか。ヘリウムちょっと高くなるっていうのはわかるけど、こんな測定することなかなかないですもんね。へえ、やっぱ音の出る仕組み、いや不思議、簡単なようで難しい、奥深いですね。科学って面白い。ではね、これねちょっと解説します。音はね空気の振動、震えなんですけど、それ1秒に何回震えたかっていうのが数値になっていて、例えばこっちはねこれ30回、1秒に30回で、声が高くなってくると200回、1000回、2000回っていう風に1秒間に何回空気が震えてるかが分かるんですね。で、あーっていうと今ここがピークでした。僕は 1240Hz、1秒間に1240回空気を振動させた音が今音程、その音程の音っていうことが分かるんですね。声はね結局いろんな高い声から低い声までいろんな声が混ざって人の声になってんだよね。だから一つのね周波数じゃないことがよく分かるんですね。今度もねまた百獣のライオンとかねいつかやってみたいんですけどね、またねやった時は YouTube でアップしたいと思います。それでは